用意させていただいたお酒全部映るかどうか分かんないですけど、こんな感じです。じゃん、約10本ぐらいですかね、あります。これ、このグラスはうちの家族が俺の父の日にプレゼントしてくれました。ヴィンテージのバカラになるのかな、ヴィンテージのバカラになるんですけども、バカラいいなと思いつつ、この一番オーソドックスって大変ですけど王道なかっこいいグラス買ってもらっちゃいました。イエイ。今回わざわざ背景もちょっと注文して作っちゃいました。なので一点物です。気になるでしょ。俺の今体を作るのにも最適なビーフジャッキー、それと生ハムにオリーブになってます。基本的に皆さんって飲むときに何食べてます？ナッツ、ドライフルーツ。あー、当たり目。あー、当たり目いいですね。ナッツ系が多いです。ナッツみんな多いですね。こういうこと言うとすごく興ざめするかもしれないですけど、カロリーを気にするのでギリオリーブと生ハム、生ハムよりもできればビーフジャーキーとかの方が、プロテインもありますしね。ナッツか、でもナッツも美味しいですよね。ナッツとあとチョコが入ったあのコストコに売ってるレーズンが入った M&M's が入ったナッツの変なパックがあるんですよ。あれが我が家では結構好きで、俺も好きで飲んじゃうんですけど、あ、飲んじゃうじゃない、食べちゃうんですけど、なかなかね、チョコにナッツにってなるとカロリーが。おつまみしじみいいです。あ、なんかそれ良さそうですね。あれですもんね、あの悪酔いとか酔いざめとかにしじみっていいとか言いますよね。そうそうそう、なんかオルニチンとか言いますよね。なんか CM でもやってたような気がするな。シーバスリーガル、タルの話なんですかね。音聞こえました？お、いい音、よかったよかったよかった。お酒の CM みたいな音がしました。あ、よかったです。はい、それでは乾杯させていただきます。乾杯。うまっ。この音いいですよね。一郎を飲んでみてって言われたんで、一郎意外にこう推しが多かったっすよね。僕知らないお酒だったんですけど、こんな感じ。あ、俺全然先入観で見もしなかったんですけど、これアイルランドだったんですね。俺日本のウイスキーかと思ってました。え、やっぱ秩父のお酒？あ、違うわ。原材料がアイルランドなんですけど、シングルモルトではないということですかね、これ。ちょっとわからんね。あ、やっぱブレンデッドなんだ。ちゃんとその辺は勉強しましたよ。うわ、かっこいい蓋。これかっこよくないですか。いただきます。あ、でもいい匂い。全然飲み味違うんすね。美味しい。うまっ。え、美味しい。これちょっと辛口っていう言い方で合ってんのかな。ちょっとピリリとするというか、シャキッとするというか。美味しい。イチローズはやっぱりさっぱりしてるというか、辛口でさっぱりしてて、食事にも合いそうな感じって言ったらいいんですかね。な、飲み応えのある、さっぱりしてるんですけど、ちゃんとハイボールとして薄くなってシャバシャバになっちゃうみたいなイメージもなくて、ね、普段飲んでるやつですと薄まりすぎちゃうとちょっと物足りないなみたいな雰囲気が出るんですけど、今のイチロースは全然そんなことがなくてすごく美味しかったですね。はい、あ、今封開けちゃったんですけど、ウルフバーン。僕はこのどこのブランドさんもやっぱグラスかっこいいですね。かわいい音したな。これも蓋がかわいい。はい、乾杯。これスモーキーって言われる種類の
やつですかね。多分癖があるって言われるようなジャンルになると思うんですけど、僕めっちゃ好きっすねこれ。うん、すごく美味しい。さっきよりも一郎よりもちょっと甘みを感じるのかな、まあ、俺の食レポみたいなの聞いてもしょうがないんであれなんですけど、すごく美味しいです。ただ癖がないかって言われたらあると思います。一郎の方が癖がないのかな。合ってます、僕の感想。はい、ジョニーウォーカークローブラベル12年、これで合ってますよね。おすすめ、今度はちょっと濃いめ、見えるかな、なんかすごく黄色く映っちゃってますけど、ジョニーウォーカーの黒はウルフバーンの後だと、めちゃくちゃさっぱりしてます。ピートこう感じれないぐらいウルフバーンが癖が強いけど、皆さんもおすすめですよ。ブッシュミルズ飲んでみます。このウイスキーのボトルの音もほんと全部違ってね、この蓋も一つずつ線も全部違って、こうちょっとコレクションしたいくなるような感じですよね。いただきます。うん、それこそまあこれロックだからかな、よく、あ、でも甘い、甘みを感じる、美味しい、全部美味しいって言っちゃうけど、私は赤ワイン、あ、いいっすね。赤ワインはどちらさんですか、それ。スペインなんですね。へえ。年間1500本のカルトワインなので、ラベルないです。すげえ、そんなのあるんですね。1500本しか作んないですか、それ。そういうの、まあ、手に入らないものをよく手にされてる方なんで、納得は納得です。ナオスさんはウイスキー好きなんですか？好きですね。何でしょう、何でしたっけ、プリン体でしたっけが多くなかったりとかもあるでしょうけど、僕甘いものが得意じゃないので、カクテル全般結構厳しかったり、ちょっとサワーとかジュースっぽく飲めるものもあんま実は得意ではなくて、そのせいでウイスキーなんですかね。まあウイスキーも甘みのあるものもあるようなんですけど、まあウイスキーは基本的に美味しく食事中も飲めますし、基本あんまりロックでは飲まないですけど、今度ね、次回かな、ロックで飲むとかってやってみようかな。ちょっと怖えな、基本的に僕酔っ払わないんで。割り方で変わるので面白いですよね。あー、割り方って皆さん他に何の、ま、のどんな飲み方されてるんですかね。みんな飲み方ってかみんなお酒好きだな。お酒になるとコメントちゃんとくれる、嬉しいな。タンカレーナンバーファイブをいただきます。それタンカレーナンバーファイブはどうやって飲んでます？ハイボールですか、それともロックですか？僕はロックでチビチビ。ああ、やっぱり後半ロックですかね皆さんね。でもあれですね、ハイボールにしてもどれも薄まったって印象じゃないのがすごい美味しいですね。Told you what to chase, told you how to run the race. Every move is on the page.